今日は世界献血者デーです。北九州市で若手の経営者たちが献血に協力しています。献血を行っているのは北九州市の若手経営者団体北九州青年経営者会議北青会で、会では40年ほど前から社会貢献の一環として献血活動に取り組んでいます。 WHO が世界献血者デーに定めた6月14日に合わせ、会員や OB などが献血ルームを次々と訪れ、パーティションやフェイスシールドといったコロナ対策が取られる中、献血に臨みました。献血活動が不要不急の、外出には当たらないということなので、できれば皆さんにご協力いただければと思います。北青会では10月と来年2月にも献血に協力する予定です。